こんにちは、しゃべくり料理です。今日はね、3月20日の水曜日、春分の日か、祭日で、今日はね、ととは仕事だったんだけど、お弁当は払う、お弁当は払って昨日の肉じゃがが余ったから。寒いしね、今日寒いよね、風がね、すごいの、台風みたい、春の嵐。そう、お弁当はね、昨日の肉じゃがをスープジャーに入れて持って行っちゃったから、持って行っちゃったって、それを私が渡したんだけど、だからお弁当はね、もう休んだで、今日も晩ご飯作りを始めよう。いやー、あら、今日も両手だった。昨日は何だったかな、忘れた。そう、本でさ、コメントで、私がちょっとほら離れると声が聞こえづらいから、マイクをね、提案こうマイクをつけた方がいいんじゃないかっていう提案をもらって、マイクはほらあったから、今ねここにつけ、ここにつけたって見えてないけど、ここにつけたの。でもここにつけててどうなんだろうね。ちゃんとこれ入ってる声、入ってなかったらどうしようで、一応ね、ここにつけてこれでどうかなと思ってはいるんだけど、一応ね、Amazon もね、チェックをしてみた。そしたらなんかこのワイヤレスマイクっていうの、どっかここら辺にほら、テレビ入れる人たちがたまにさ、どっかこの辺の袖じゃないわ、襟とかにつけてる、ああいうやつがいいのかなとかも思ってさ、アマゾンで一応見てみて、どうしようと思って、なんかさ、機械をいじくるのが苦手だから、それをまあ、例えば導入したとして、使いこなせるのかわかんない。とりあえず今日はね、ここにマイクをつけてみたよ。で、もしあれやったら、これでもちょっと聞き取りづらいなーっていう時には、そのワイヤレスマイクっていうのとか、ここら辺につけるね、やつがあったから、それをね、してみようかなーと思っている。まあ、とりあえず始めよう。よし。で、今日もね、サラダに使う卵は朝風邪をしながら、ふかしてたというか、蒸らしてたというか、うん。これを、まあ、とりあえず、いや、あ、これをまず向こう。そしてそれからマカロニをさ、今度湯がきたいからね。あ、そっか、これをまず向こうって、ボウルを出さないといけないじゃん。これでいいかな。みよこ、ちょっとついでに塩もみ用のボウルも出しといて。もうさ、私いつもさ、ケチケチだからさ、卵とかいうね、スカベッティとかさ、マカロニも湯がくときにはお湯をちょろーっと沸かして、でもうあとは余熱で湯がいちゃう。よし。でね、昨日はすごくあったかかったんだよな。違うな、昨日は雨が降ってたな。そういえばその前の月曜日か、あったかかったんだけどさ、今日はまたすごい寒い。そして台風並みの風がね、ビュンビュン音を立てて吹いてる。まあびっくり。これこそまさに春の嵐だよ。ああ、卵は勝手に置いてた。もう嫌だ、春の嵐よね。まあびっくりよ。で、これよいしょ。そしたらさ、この鍋をさーっと洗って、マカロニを湯がく、お湯をね、沸かさないと。よっこらしょ。もうマカロニもね、余熱何もかも余熱だって、ガス代がバカ高いんだもん。毎回言うけど、プロパンガスだからさ。ほんで田舎だからね、鹿児島市内の方は都市ガスもね、通ってるみたいだけどね。私が昔一人暮らしをしてた頃はさ、そこのマンションは都市ガスだったのよ。でもね、うちは田舎だからさ、都市ガスはなくて、プロパン一択なのだから、まあガス代がバカ高い。もうびっくり超えちゃうよ本当にびっくり。
しまーす。よいしょ。で、これでマカロニをね、湯がくお湯を沸かそう。ちょっとさ、鍋のお尻を拭かないと。こうね、お尻拭かないとさ。で、またお湯はちょろっとね、お湯というか、水はちょろっとで、よし。で、蓋をして、湯を沸かす。何もかもビニール袋。でね、玉ねぎは渋いしか使わないからさ。よいしょ。えい。4分の1個だけ。まだここがつながってる。えい。で、あとはまた、このきゅうりを出したビニール袋に入れようかな。ビニール袋のリサイクル。もったいないからね。あら、玉ねぎのここが取れたもんだ。で、人参はまた少しちょろっと。そういえば昨日の人参は約2本入れたけどね。痩せっぽち人参だったからちょうどよかったよ。どこだ。で、これはあらま、人参はちょびっと入れよう。あら、どんぐらい、こんぐらい。あら、あんまり薄かった、まあいいや。よいしょ。そしてきゅうりは、まあ今日のきゅうりはひょうたんみたいな形、なんかへのへのもうへじのここみたい。ひょうたんみたい。で、これを洗おうね。よいしょ。あら、見えない。まあ、ほんとね、これ春一番なのか何番なのか知らないけどさ、ものすごい風だから、ほら、防災無線がさ、鳴って消防署からのご連絡で、なんかね、風も強いし空気が乾燥してるから、火の取り扱いには注意してって、野焼きをするなって放送があった。野焼きをするなって言ってもやっぱりね、してしまうのよね、田舎の人たちはね。だからもうこれお湯がゴラ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 沸いてるから、熱っ、沸いてるから、よいしょ。ここにさ、頭ごめんね、オリーブオイル、それとよっこいしょ、あれ、塩をね入れて、あら、このマカロニは何分だったかな、3分か4分だったかな。よし、そしたらさーっとかき混ぜて、で、蓋をして、もう火は止める。余熱で OK。 このさ、マイクをつけてるけどちゃんと声入ってるのかな。もしこれ声入ってなかったらどうしようだよ。ちょっと声入ってるかな。前使ってた時にはちゃんと入ってたからさ、音とかも、あれ、どっち、大丈夫とは思うんだけど、すごいなんかへのへのもへじの形をしてるから、とっても切りにくい。きゅうり。よいしょ。ものすごいよ、風がマジで。もうなんかね、カランコロンカランコロンって転がってはっちく音もするしさ、まあすごいので。今日は全国的に寒いのかな。昨日コメントでね、書いてあったもんね、明日から寒くな、あ、明日からじゃないわ、明日はすごい寒くなるみたいっつって。こっちもね、寒い。さっき天気予報を見たら、何度だったっけ。さっき見たんだけどな、忘れちゃった。私はほら、明日の天気と温度っていうの、気温か、気温を知りたくて見たのよね。ただ明日は曇り晴れだったか、晴れ曇りだったか、なんかそんなやつだったもんね。まあ、なんせまあ雨が降らなかったからよかった。明日はほら、四十九日でさ、またお寺さんも行かんないかんからね。あんまり寒かったりすればさ、父も高齢だから
ね、大変だかと思ってさ、天気を調べたのよ。さ、調べたというか見ただけ、携帯の天気予報を。よいしょ。この三寒四温って言うけどさ、今年はどもこもこの3月になってから気温が下がってるような気がしてならない。よし。で、とりあえずきゅうりの塩もみじゃないし、野菜の塩もみからしていこう。もう水菜もさ、パッて湯がいてもいいけど、私はめんどくさいから文明の力を使ってレンチンするんだ、するんだって。もう湯がき方はさ、めんどくさいじゃん。まあ、めんどくさくはないのかもしれないけど、なんかレンジの方がさ、手っ取り早くさっさーってできるもんね。だからすぐそっちをね、頼るけどね。よいしょ。さあ、あー、まだあったというよりここにね、半分残ってた。このさ、曲がったりしたね、この形が曲がったりしてるのはさ、やりかしやす。はーい。まあいいや、マカロニの音だからまあ置いとこう。安くであるよね。でもお家で食べるもんだし、どうせほらこんなして切り刻んで食べるからさ、曲がっててもね、全然問題はないじゃない。よいしょ。たっぷり。まあまださ、日が照ってるからいい。昨日みたいな雨だったら、雨でこの気温、ほんで風がビュービューだったらほんとブルブルだからさ、まだ日が照ってるからいいけどね。そして私は昨日はさ、結局あの後に魚を買いに行ったのよね。どうしてもほらあれが食べたくて、なんだっけ、酒が食べたくて魚を買いに行ったのね。え、魚を買いに行ったのに忘れて帰ってきたでしょう。だからまたね、買いに行ったよ、あれから。ね、きゅうりじゃない、これ人参じゃん。すぐ言い間違える。もうよいしょ。あらー、4個品も切れたから、またこっちからも切らないと。よっこしょ。もうこれもね、薄切りでザーッと。あ、そう、ほんでチーズを入れるの。あのベビーチーズを買ったからさ、やっぱチーズが入ればうまいもんな。でも粉チーズを買い忘れてるからね、粉チーズはいつ買うんだろう。粉チーズとかってね、すぐね忘れちゃうのよね。なんかでも今いいアプリがあるって聞いたんだよな。もうちょっと前のコメントにはなるけどさ、その買い物をしないといけないのがあるよ。まあ私だったら今粉チーズ、そしたらね、その、まあ、買い物をしないといけないものをそのアプリに入れとくと、なんかお店の近くを通った時に通知で教えてくれるっていうアプリがあるらしいの。ただそのアプリの名前がわからなくてさ、まあでもそういう便利なものがあるといいよね。私みたいに忘れっぽい人は特に。ただ携帯を忘れていかないかは心配だけど、いいよなぁと思って、すごいね、便利ねと思った。今なんもかもさ、家電とかもさ、このアプリと連動してるでしょう。うちはそんなものはないけど、あるのかな、わかんない。アプリと連動してたしてもさ、結局使う人が使いこなせなかったらね、宝の持ち腐れだもん。で、私は絶対ね、使いこなせないだろうという自信がある。あの無頓着、機械に無頓着だからさ、使いこなせないだろうな。だから人参さんが取れない。よし、塩もみする前にちょっとゆだりす、あれ、みかんから。よいしょ、これを取り上げとこう。よっこらせ。このさ、水神さんが腹かかんごと熱いお湯を流すときにはこうね、あの湯を流しながらって、私のばあちゃんがそんな言ってた。何するんだったっけや。
潮もみね、ぶつからないように気をつけよう。そこのマイクでちゃんと音入るのかね。でも私が離れたらさ、別にこのマイクがついてくるわけじゃないからさ、また私の声が遠くなるのかな。そうなったらやっぱりここにつけるやつがいるっていうことだよね。ここにつけるやつね、アマゾンで見た、使えるかは、で、レビューもね、なかなか良かったのよね。ああ、私は使いこなせるのかな。で、そこだけがちょっと心配。ほんで、なんかこっち、なんか、一応読んだけど、なんかつけてどうてろって書いてあったんだよな。そしたらさ、あんまり私が大きな声で喋ればさ、ここにマイクをつけたとしたらさ、私がバカでかい声で喋ればさ、聞いてる方はさ、耳が痛いよね。ほんで音割れをしないかなとかもさ、気になってね。持ってないんだけど、この何マイクっていうの、このピンマイクっていうの、それは持ってないんだけどもさ、どんなもんなんだろうと思って、一応 Amazon の、 あの欲しいものリストに入れた。これでね、ちゃんと音を拾ってくれればいいんだけど、これでね、あのモフモフがついてるからさ、風切り音とかさ、あの換気扇のボーっていう音もね、軽減されればね、これをまた使おうかと思うんだけど、どうなんだろう。ちょっと今使ってるからわかんないのよね。このベビーティーズはまた2つ入れて、どこけ。で、残りはまた私がビールを飲みながら食べるかな。よいしょ。しかしこの温度の、何これ、どこだ、ピロピロがさ、このチーズもね、やりにくいよな。温度のさ、ハム切ってない、ハムから切ろう。やっぱさ、このね、白がすっきりとしていい。よし。そして何枚残ってる、これ1,2,3 枚残ってるから全部使っちゃおう。ちょっとチーズをこっちに置かしといて、ハムはさ、ちょっと、あら、傘、あの、ちょっとずらかして切らないとさ、ほぐれないからさ。で、今日のメインはね、鶏肉とニンニクの甘辛炒めにするんだ。だから炒め物だからさ、最初どうしよう、今のうちに作っといて、グリルかオーブンで温め直しをするかどうしようかって思ったんだけど、もうね、出来たてがいいかと思って、その炒め物だからね、後からさ、後からというか晩ね、ご飯食べる、まあすごい音、ご飯食べる前にすごい風の音よ、待って、よいしょ、ご飯食べる前に炒めようかなと思ってる。で、合わせ調味料を合わす。で、ニンニクをチンするまでしとこう。まあ、開けにくいよね、これ。よいしょ。チーズもさ、重ねて切れば離れなくなるから、いいよ、こいしょ。で、いつもマカタのまま、マカタマサラダの時にはさ、ゆで卵はざーっくりほぐすんだけど、今日はチーズも入れるから、卵スライサーでさ、粗みじんちゅうの、縦からと横からと切ってね、そんなにしよう。その方が絡む、よく絡まるから。よっこしょ。よっこしょ。まあ、ほんとすごい風がビュンビュン。この3月に入ってからほんと、なんて言うんだ、温度が低い日が続く。2月とかは私は半袖でいた日もあったのに。と、よいしょ。マカロニがちょっと固まってないか心配だけど、これをさ、
横と縦とすれば簡単に粗みじんになるよ。よいしょ。あら、よし。でさ、ゆで卵もね、やっぱね、まあほら、私はケチだからさ、ガス代節約で余熱でしてるけど、少しの水で、まあ、蒸す感じにした方がね、味が濃い気がするの、なんか濃く感じる。そして、マカロニ。ちょっと一塊になったけど、まあいいや。えい。そして、どっちからしよう、こっち。野菜の煮付けをギュッと絞ろう。よっこいしょ。よいしょ。はい。そしたらハムとチーズ。よいしょ。ちょっと玉ねぎが落ちてるから。で、顆粒コンソメが小さじ半分。よっこらせて。半分シャーッとして、こうして、あら、マヨネーズが、あら、マヨネーズが、マヨネーズが大さじ3し2ぶはっていそう3、あ、ちょっと、まあ、ギリ腐敗はなかったけど、で塩が岩塩を、でが、もうそこの方だからさ、よいしょ、でブラックペッパー、よいしょ、ちょっと混ぜにくそうな雰囲気。よいしょ。なんかね、混ぜにくそうだよね、これね。よいしょっと。混ぜにくそうだけど、なんとかなるかな。このね、チーズを入れてさ、食べるのがまた最近好きで、粉チーズを忘れないようにしないといけない。よいしょ。そしてさ、時々コメントでもらうさ、トトのお弁当の量足りるのかなーって、少なくないですかーってね、時々ね、そうコメントをもらうのよ。で、トトはさ、休みの日の昼とかはがっつり食べるんだけど、仕事の日は腹いっぺ食べればさ、そのお昼からがね、動きにくいっていうか、こう、やっぱほらって、もうがっつり食べてまうやん。やっぱほら、動いて回るからさ、その、使えるんじゃない？だからね、仕事の日はあれぐらいでちょうどいいみたい。だよ。もうできたね。よいしょ。おっきなのに入れた方が安全そうだよね。わ、最初でおっきいやつに入れとこう。もう溢れてくるよりは。よいしょ。そして残ったらまた明日外の弁当に入れよう。あ、大きいので正解だったわ。どうしようかと思ったけど。よーし。よし。もうガンガン。よいしょっと。これでね。マカタマサラダの出来上がり。今日はチーズ入り。で、次はこのね、水菜のからしごま和えにしよう。まあ、しかしすごい風よ、ビュン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 。すごい音を立てて吹いてる。よいしょ。よっこいしょ。あった。またさ、水菜はチンした後にさ、この流水でザーッとゆすぐから、まあゆすぐんだけど、まあ一応私はね、ザブザブっと洗っておいてね、後からさ、流水でゆすげば、
マキの止めにもなるから、よし、よっこいしょ、よっこいしょ。まあほんとすごい台風だ、台風波、台風波すごいよ。よっこいしょ。はい、たたたた。で、程よい長さに、こんぐらい、3センチ、4センチ、まあ、よかほどの長さに切ってさ、よいしょ。このね、水菜のからしごまあえも私は好きなの。久しぶりに作る。でもこの水菜が安かったのよ。ちょっとここは、色があれしてるから、ぴょん。で、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほんとすごい音、風の。よいしょっと。よし。ラップを一応しようかな。よっこいしょ。600ワットで1分ぐらいでいいと思う、水菜。私は水菜はね、火を通せば食べれるんだけど、生でさ、サラダとかの水菜のサラダとか苦手。うさぎになった気分、なんか青臭くて。だから加熱してから食べる、私は。はい。水菜がさ、ピーピー言ったから、流水でザブザーブ洗い流す。色止めも兼ねてね。1分じゃまだちょっと青っとしてるから、あと30秒ぐらいチンしよう。じゃないと青臭いもん。じゃあその間に調味料を合わせとこう。あっという間だよね。でもそしたらね、からしがだいたい小さじ半分ぐらい、ピヨン、あ、ちょっとここにピヨン、はい、ちょっと待ってね。で、ちょっとそしたら塩が小さじ4分の1ぐらいね。あらららら、らこの塩使うんだ。まあ、塩だったら何でも、特に4分の1ぐらい。よし、こうか。そしてごま油、大さじ1、よし。ちょっとこれをさ、調味料を混ぜる前に水菜をいいかな。甘いね、青しいとさ。いや、私まだちょっと柔らかい方が好きだな。もうちょっと柔らかくしよう。まだ青してる。ほんとウサギになった気分になるから、もうちょっとチンしよう。柔らかい方が好きなのよ、私。シャンシャンしてるよりも。で、この調味料、今入れた調味料ね、何入れた？からし、塩、ごま油、これをね、よーく混ぜとく。あ、違うよ。なんかおかしいって思ったらさ、肝心なさ、すりごま忘れてる。すりごま、肝心なすりごまを入れてなかった。ただのからし合いになるじゃんね、これで。すりごま大さじ1。で、これをよーく混ぜる。よいしょ。これもね、めっちゃ簡単じゃん。だって、なんだった？からし、塩、ごま油、すりごま、はい。これだけでね、あえるんだけど、これが美味しいのよ。よし、もう今度こそ良さそうだ。本当にね、水菜をね、私生で食べれないの。夜カフに火を通さないと。青臭い気がしてさ、熱っ。あ
熱い熱い、ボウルがめっちゃ熱くなってる。ほんでこれでザーブザーブって洗えばさ、このね砂も落ちるじゃない。でさ、色止めにもなるじゃん。だからね、よいしょ、ジャブジャブジャブ洗う私。あ、よかった、私全部で何分したっけ、2分半ぐらいした。もう好みだよねこれはね。あのちょっとシャッキリ感が2分半ぐらいでもさ、これぐらいでも食べた時はシャキッシャキッてするのよ。あの全然生でも大丈夫な人はさ、ほんと1分ぐらいでもいいと思うけど、私みたいにちょっと 生のまま火が消すっていう人はちょっとしっかりめにチンした方がいい。私はね、水菜はほんと生では好んで食べない。まあ、例えばさ、ご飯食べに行った時のサラダにさ、水菜がちょこっとさ、穴まで入ってたら、そんぐらいならまあ食べるけど、やっぱ青臭い味がね、プンってくるのよ。水菜だからね、火を通した方が、加熱してある方が好き。で、これもね、よか風に水気を絞る。よいしょ。っていうか、このマイクちゃんと取れてるのかな、心配だわ。めっちゃ心配だわ。取れてなかったらただのさ、おばさんが動き回る動画だからね。その時は長々とアフレコをしよう。でも前ちゃんと使えてたからね、ちょっとここ最近使わってなかったのよ、このマイクを。で、多分モフモフもついてるから少しは換気扇の音が軽減されるかな。すごい一塊。さあ、お味噌汁を何しようだ。いつも悩むお味噌汁、何にしよう。味噌汁じゃなくてもスープでもいいけどな。メインにコチュジャン使うし、なんかスープにしようかな。何スープにするか。もう必殺簡単なコンソメスープ、とても好きだし、コンソメスープ、よいしょ、コンソメスープにしよう。よーし、ちょっと一旦ここね、ちょっと水が跳ねてるから、で、これをまたね、さーっと和える。もうこれね、久しぶりだわ。よいしょ、これね、よか風にさ、和えないとね。そう言えば今日、あ、そっか、そっかって、あれだ、昨日切りすぎたキャベツ、切りすぎたじゃない、むしりすぎたキャベツがあるから、キャベツと玉ねぎとベーコンにするか、ウインナーにするか、ウインナーにしようかな。よいしょ、よし、ほら、これもね、簡単でうまいんだ。水菜のからしごま和えね。よーし、よいしょ、あいた、よいしょ、あー、せーの、うわ、よし。で、私は後からそれこそコスモスに行かないといけない。トトノアの原花粉症の薬が切れてた、今日でおしまいだったからさ、なんか買いに行かないと、もうえらいこっちゃだもん。私はさ、そこまでひどくないの。もう一時期ね、ひどい時期もあったのよ、もう苦しくて苦しくてって。その時期はもう乗り越えた。ただね、この時期になるとやっぱりちょっと鼻がむずむずしたり、目がかいかいになったりはするね。よーし、あら、よし、できた。コンソメスープを作ろう先に、よいしょ。で、最後でいいか。よいしょ。昨日のキャベツ、むしりすぎたキャベツ、よいしょ。むしりすぎたキャベツと玉ねぎと、ウインナーは後からでいいや。こうね、無駄な動きが多いのよね、こうやってね。よいしょ。すーく無駄な動きが多いもんだからさ。え、で、包丁どこやった、あった。自分で包丁洗って置いといてさ、どこやったっけって。よいしょ、もうキャベツでかいけど、ザクザク切る。よいしょ、じゃ
手首がなんか今大丈夫だな、今なんか痛いぞと思ったら、よしで、キャベツ、玉ねぎ半分入れようかな。ほんでトウモロコシとウインナー、玉ねぎはさっきのやつね、さっきの残りをした、よいしょ。なんか2024年ってさ、新札が出るとか言ってなかったっけ。何月なんだろう、4月かな、わかんないけど、なんか新札が出るって言いよったよね。あら、また目がこら、また目の野郎が、えい、目の野郎がいるぞ。よいしょよいしょ、何月かな、4月かね、新札。大変、なんかさ大変よね今ほら。なんていうの、大体どこもさ、レジってなんていうのかな、セルフレジっていうの、ねえ、もうどこもかしこも人間じゃなくてさ、セルフレジじゃん、ピッピッピッピって自分でしたりで、さ、お金払う機会もさ、新札に変わったらまたねえ新しくしないといけないんだよね、きっとね。まあ、いつ2024年だったはずだけど、何月なんだろう。で、まあ、ほんと今どこもセルフレジでさ、いいんだか悪いんだか、あー、いってたかった。もう何年も前、なんか今ここ行った方、何年も前の話になるんだけどさ、もうユニクロに行った時びっくりしたの。なんかさ、あの時はユニクロでマスクを買ったのかな、もうだから随分昔やな。ピッピッてするのもなくてさ、なんかあそこにボンって置いたらさ、勝手に値段がわかるのね、すごいよね、驚いちゃった。ほんでもどこもかこもセルフレジになって、あのダイソーもそう、セリアはね、まだうちの方はね、なんちゅうの、あの、原このバーコード決済、バーコード決済とかをするのはセルフレジでできるけど、現金で払うところはね、まだ人がいるのよ。だから何もかんもさ、そうやって機械になっていくけどさ、よし悪しだよねって思うのはもうおばさんの考えかもしれんけどさ、だってさ、そうなってきて何もかもが機械になったら、人間の仕事がなくなるじゃない。それもまた困ったもんだよね。だってさ、なんだっけ、ちょっといつま、いつぐらい前に見たのかわかんないけど、その、アマゾンとかで注文したやつを配達するのもさ、なんだったっけ、なんちゅうやつっけ、空を飛ぶやつ。なんだっけあれ。空を飛ぶやつよ。ヘリコプターみたいな。なんだったっけあの名前。思い出せない。空を飛ぶやつ。なんとかっちゅってほら。なんだっけ、ラジコンみたいなやつ、なんとか、ダメだ、思い出せない、どうしても。なんかそういうのが運ぶようになるとかって、なんかでか見たんだよな。なんもかんも機械化されてさ、なんていうの、人と人のつながりがどんどん薄くなくなっていくんじゃないって思っちゃう。よいしょ。あの空を飛ぶやつの名前を思い出した。多分ドローン系、なんかドローンだったかな、なんかそんな名前のやつ、ドローンだったけ、違ったかもしれない。なんかヘリコプターのちっちゃいみたいなやつでさ、飛ぶやつ、空を、ドローンかな、だったような気もするけど、違ったかもしれない。
思い覚えられない、もうそんなややこしいものがいっぱいいっぱいできちゃって、ドローンだったかな、なんかそんなような気がするんだ、なんでちゃんと言えないんだろう。で、私は塩こしはすぐ忘れるからさ、もう先にペッペ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 ッペッペって入れとく。よし、玉ねぎがちょっと浮いてるから、ほい。で、まあ、あとはね、火にかけて、あら、よーし。私がさ、タバコを吸ってる間に、スープもできた。ほれ。よし。ちょっともまないたをさ、2つ使うのはめんどくさいから、ニンニクもこれでやっちゃおう。ニンニクはもう1束全部。よいしょ。あら。そしてさ、1束全部つっても1束で。まあ、でもこれ青森のだからでっかいからさ、こんだけあればいいや。これは1回チンしてた方がね、いいね。よいしょ。600ワットでさ、1分半ぐらいチンして、後から鶏か、よいしょ。鶏肉と一緒に炒める。あらちょっとしわしわ私みたいになってる。で、一玉がこれでかいからさ、一玉じゃないわ、一粒がでかいから、私は半分に切る。もうね、粒がちっちゃければ、そのままニンニク1個ゴロンって入ってたら、またこれがね、見た目にも食欲をそそるのよねでもほらちょっとしわくちゃらだけど、ほらこんなでかいの、これでかい、でかいから半分に切るね、こうよいしょ。というか私こんな風が強いのに後から手との薬買いに行くの嫌だな、でもかわいそうですね、後と花粉で苦しそうだからちゃんと行かないとな。こうしてでね、芽は一応取っとくよ、なんかね消化不良、え消化ちょっとほじりにくい爪楊枝だぞ、よっこらせ、芽はさ消化不良を起こしたりする人もいるみたいだから取っとく、このねここの芽はね、よいしょ。ニンニク美味しいよね、大好き。よし、冷蔵庫が冷蔵庫じゃなかった、電子レンジがニンニク臭になるけど、なるけどというかこのラップをペロンとして1分半チンね。ただね、もうさ後から楽なようにビニール袋に切った鶏肉は入れとこうかね。ニンニクチンできた、あっつ、置いとこう、もうね、まあ厚みをさ均等にビヨンビヨンよいしょよいしょ。これをさ焼き縮みをするから、よいしょよいしょ、一口大で、こんぐらい、こんぐらいに切った。もう適当。よいしょ。で、ビニール袋に入れといて。炒める前に塩、コショウ、片栗粉ね。もうこれはさ、ご飯の時間まで冷蔵庫。炒める前に塩、コショウと片栗粉ね。こうやって、ぐりっと。よし。そしたら、調味料を合わせとこうかね。砂糖がね、大さじ 1.5。よいしょ。1.5。で、コチュジャン。コチュジャンもさ、大さじね、1。1でもい
1.5 でも、まあ、うちはほら息子も食べるからあんまりこう辛いのが強くならないようにちょっとこんぐらいかな。ちょっと気持ち大さじ言えない、気持ち大盛り大さじ1よいしょ。ちょっとコチュジャン直してこ、あもういいやとからでここにちょっと置いといて、そして濃い口醤油が頭ごめんね、濃い口が大さじ3、1、2、3で、みりんとね、酒を大さじ 1.5 ずつ、1.5 早く使い終わりたいなねえ、もう 1.5 よし、これでさよく混ぜとく。これが合わせ調味料ね。ちょっとヨガ風に混ぜとかないとコチュジャンがね。そしたらさ、もうあとはさ、また晩に会いましょう。晩にね。晩どうかな、おしゃべりしてるかな、どうかな。わかんないけども。夜は手元だけ。あの、もうさ、私、つらばっけなのね、すぐビール飲んだら。よーし。で、こちらを直せばよし。そしたらね、晩ご飯の時間になったから、トトちゃんな、トトに言ってない。晩ご飯の時間になったからさ、ね、朝のうち切ってたこの鶏肉に、ビャーって塩コショウね、適量。ほんだらさ、これをもみもみね。もうさ、うるさいな。もうさ、うるさいな。音がうるさい。だってさ、もみもみ。ビニール袋ですれば楽ちんだからね。ちょっとここで一旦、ビール。うまいね。でね、片栗粉も適量。適量っていうか、まあ適量。片栗粉はさ、後からのタレの絡みも良くなるから、ね、魚介風にまんべんなくまぶす。言えなかった。まぶすよ。これを、シャカ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 ーって。油を、大さじ1ぐらいかな、まあ、よかほど熱してゲップが出そうだね、熱してもう鶏さんを焼いていく。で、鶏を焼くんだけどさ、めんどくさいけど一応本当はこのままドバッと入れたい、ドバッと入れたいけど一応ね皮の方から、皮目から焼いた方がやっぱ美味しいからさ、一回で入りきるかね、この量。どうだろう。で、これね、まだ入れ終わらんけどさ、あら、もう大変。大変だけど、こうして、もう無理にね、一回で焼き切ろう。こうして、ここにもね、いいよ、こいしょ、無理やり。あらー、あと一個。どっかこっちら辺にボンって。そしたらさ、チンしてたニンニクも、ボーンって入れて、蓋をして、だいたいね、片面1分半ね。で、1分半経ったから、今度はこれを裏返す。ちょっとね、このマイクは音割れがね、あら、もうちょっと焼き目をつけたかった。火が弱いのかもしれない。もうちょいね、こんがり、ちょっとマイクが近いと音が割れるからさ、こんがり焼き目を、ちょっと、ひと話で話そう。ちょっとこんがり焼き目をね、これぐらいならいいね。で、焼き目がついたやつから裏返す。
て、私のさ、声がもともと大きいからさ、今マイクここに差し込んでる、差し込んでるって、だから大丈夫かちょっと心配だけどね、音割れしてないかさ、あのみんなの耳が痛くなるようなこうガーッてなってないかがすごく心配だからね、とりあえずアマゾンであのワイヤレスマイクっていうの、ピンマイクっていうの、あれをポチってみた。それが金曜日届くらしいから、うん、よし。でね、裏返したらまた、いいよ、こらけ。1分半ね、ちょっと厚いが切ります。よいしょ。で、これさ、あの、両面1分半ずつ焼いたのね。焼いた？うん、焼いた。で、いい感じにね、焼き目もついて美味しそうじゃない？このままさ、ほんと塩コショウとかマキシマムとか黒瀬でも美味しいけど、今日はまたうまいタレに絡めて食べましょう。よいしょ。合わせ調味料ね。よいしょ。これをね、しっかり絡めるよ。で、鶏肉に片栗粉をまぶしてるからさ、あのタレの絡みもいいからね。あら、もう美味しそう。全体にしっかり絡める。これがね、うまいのよ。白米が進む、米が進む、ビールも進む、美味しいよ。今日はトトがおとなしいね。今洗い物をしてくれてる、いろいろ。でもこうやってさ、全体にタレが絡んだら OK。 今日も楽しくご飯作りができました。感謝です。最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね。バイバーイ。